为什么高座会这么重要？因为高座会的这个少年宫是见证我们台日历史友好的最重要的这个见证者啊，见证者，这个可能以后没有办法有这样的一个这样的人。那我们这个友谊是随时随地都在发展的。我们今天在这里开会，其实我们今天今天的早上在高雄，就有一个姐妹市的缔结，这种友好的精神可以作为世界的模范，好不好？那么感谢你们，谢谢大家。2013年旭日小綬章を受賞された李雪峰台湾講座会台日交流協会総会長は、受賞にあたり、日本は私たちを忘れなかった、とても嬉しいとおっしゃってくださいました。私たちは今後も皆様を忘れることはありません。この絆、元少年校の皆様の大和魂を途切れさせず、日台の次の世代に引き継いでいけるよう、私としても微力を尽くしていきたいと考えております。